2002年の大阪近鉄バファローズでは2002年の大阪近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の大阪近鉄バファローズはなしが正隆監督の3年目のシーズンである。21世紀最初のシーズンを優勝しながらも2001年の日本シリーズでヤクルトに1勝4敗で敗れた影響が残ったままこの年のシーズンが開幕。 前年の天台近くのチーム投手陣はこの年も投げ会状態が続いたが、投げ陣がそれをカバーする形で6月までは、州西部に食らいついた。しかし、肝心の7月を8勝13敗と負け越して西部に引き離されると、後半戦以降は、大英との2位争いに終始。最終的には、西部の独走優勝を許し、大英との同率2位でシーズンを終えた。 投手陣は3年目の岩隈久さがローテーション入りして8勝を挙げたほか、前年入団のジェルミー・パウエルは17勝で最多勝ちを獲得したが、打線の援護で勝つ試合も多くチーム防御率は3.93のリーグ再開。打撃陣は、前年55本塁打のタフィローズが46本塁打ながら打点王を獲得して、主砲としての役目を果たし、 4番の中村の博ひも42本塁打で、ローズと打点王を争う活躍を見せて、リーグ2位の177本塁打を記録するも、新ストライクゾーンが導入されたこともあり、チーム打率が前年から低下した。対戦成績では優勝の西部に13勝15敗で、検討したが、4位のロッテには12勝16敗と、負け越した。ありがとうございます。